はい、この子の一般状態、ちゃちゃまるちゃんのね、はい、いろんな検査できないから、はい、健康チェック表をつけてほしいんですよ。ちゃちゃまるでしたね。まるは、ちゃちゃまめ、ひらがなでいいよ。いいよ。で、体重を毎日測ってほしい。どうやって測る？体重は台所で使う測りを一個用意してもらって、で、乗せて、ゼロにして、はい、で、この子持てば、おしっこが行ってたからって言ったね。体重ね、それからあと面倒くさいんですけど、うんちが何個出るかで、部屋を清潔にしてほしいから1日2回掃除してほしいんですよ。朝と夜と。ああ、そんなになるできるね。朝を掃除して何個出てるか、夜を掃除して何個出てるか、で24時間に何個出てるかっていうのを稼いでくれる。で、たくさんするじゃないですか、この子たちって。だいたい元気な子だったら60個から100個ぐらい出ますよ。おお、いい数字だね。この数が少なくなってきたら、うん、体重が減ってくようだったらちょっといいかな。あ、そう。だからこの数を、はい、この子おしっこ多分多いと思います、普通の子より、うん、ここで短時間でも相当出てるからね、はいはい、だからお水を相当たくさん飲んだくなったんですよ。飲んでますね、うん、まあおしっこは出てるかどうかね。出てる出てる。あと、ここにこの子のいる場所のさ、はい、環境、温度と湿度、はいはい、こういうのをさ、ちょっと持ってきて、25度で何パーセント、今湿度高いか。これがこの、ここの中で測るもの。そうそうそう、うん、まあ、この中にポンと置いてもらってね。あ、そうなんですか、はい、それで部屋の温度じゃダメなんですね。そうそう、この子の場所の温度ね。でそれを測れる気だけでいいから、はい、朝と、はい、すると夜は無理、うん、だから夜でいいです、うん、で温度と湿度、温度と湿度、お休みの日で測れる日はお昼間測ってください、うん、これないんですけど、ちっこいのはこれはちょっと買ってきてもらわないかね。こういうのどこで買う？ホームセンターとか。ホームセンター、はい、ホームセンターとかでも売ってますね、はい、なんていうんですそれ、温度湿度計っていうか、温度湿度計、はい、それから、はい、あとはまあ気がついたことね、はい、で。でこういうで食欲は分からないです。ただ散らけるから。そうそうそう。元気は分かりますよね。はい、動きが100でちゃんと100、まあまああるかなってところ。うん、で日にちね、はい。まず健康チェック表をつけるということね。次。